大仏とは大きな仏像を指す通称。中国などアジアの仏教圏では天然の岩壁を彫刻した魔害仏などが古くから作られてきた。日本においては奈良時代に聖武天皇が国家の安寧と民の幸福を祈願して東大寺に奈良の大仏を造立したのを行使とする。以降、現代に至るまで大きな孤独を求めた岩手によって各地に 大きな仏像が作られてきた。釈迦の背丈が一条六尺あったという伝説から、その高さで作られた仏像を上六仏という。背丈を基準としているため座像の場合は、約半分の大きさになる。一般的には、上六仏より大きい仏像を大仏というが、その定義より小さくても大仏と称するものもある。また、大仏を安置する仏像を、 大仏殿と呼ぶことがあり、東大寺の大仏殿が有名である。日本三大仏日本三大仏は、日本にある大仏の中から代表的な三村を選んだものである。うち二村は、上記の内奈良の大仏と鎌倉大仏が挙げられる。残る一村は、時代とともに変遷しており、第二次世界大戦後以降は、富山県高岡市のおさらぎ寺にある、 高岡大仏や岐阜県岐阜市の消防寺にある岐阜大仏、兵庫県神戸市の農福寺にある再建された二代目の兵庫大仏など諸説ある。一条六尺イコール約4.85メートルとされるが時代によって異なる。優しい仏教入門大仏、上六仏皮膚道村流、高山商法院、大座等は含まない。涅槃像は全長とする。観光スポット、 高岡大仏と山観光ナビ高岡大仏、高岡市2013年3月21日、岐阜大仏フェスティバル実行委員会、岐阜市公式ホームページ2012年11月14日、岐阜大仏岐阜観光コンベンション協会、国宝の大仏殿に安置される、奈良大仏と500年以上も風雨にさらされてきた、鎌倉大仏日本 .com ハット、日本三大仏常識ではない 北日本新聞ウェブ、ブラジルに35メートルの大仏量のキリスト像を上回る毎日新聞長官2021年9月24日2021年9月27日、閲覧。ありがとうございます。